オリビエ・ハンランは、カナダ・ケベック州出身のバスケットボール選手。身長193センチメートル、体重86キログラム。ポジションは、コンボガード。NBAG リーグのオースティン・スパーズに所属。ニューハンプシャーのニューハンプトン校で、ジュニア・シニアイヤーにプレイし、シニアで、オールネプサックトリプル a ファーストチームに選ばれ、デートン大学、アイオワ大学、ノースイースタン大学、 ノートルダム大学、ライス大学、特、バージニア大学、バージニア工科大学から勧誘を受けた。カレッジリクルートカナダ出身で、ボストンカレッジに2012年から2015年まで在籍し、新入生シーズンには33試合に出場し、1ゲーム平均15.4得点を挙げ、2013年 ACC、男子バスケットボールトーナメントで準々決勝に進み、 アトランティックコーストカンファレンスの新人賞を獲得した。スタッツ2015年の NBA ドラフトにエントリーし、ユタジャズから2巡目42位で指名された。2015から16シーズンは、LKL の強豪 BC ジャルギリスでプレーし、リーグ優勝を経験した。2016年7月5日、ボリス・ディアウトのトレードで交渉権がサン、サイアントニオスパーズに移った。 2016から17シーズンはフランスのルマンサルトバスケットでプレーした。2017年に NBA サマーリーグにサイアントニオスパーズのロースターとして参加したが、ロースターには残れず G リーグのオースティンスパーズと契約した。カナダの U19 のナショナルチームで2011年のフィバ U19 世界選手権ラドビア大会に出場した。また、カナダの U17 代表では、 2010年の FIBAU17 世界選手権ハンブルク大会で3位決定戦で15得点、4アシスト、5リバウンドを記録し、銅メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。